Come on, wrestling party. もうほぼほぼ団体内に今時の敵はいない状況なんですよ。それでいて外に目を伸ばして、まさか急遽ですよね、ビッグズレーターが決まったのは。そうですね。前哨戦もないいきなりの本日のマッシュアップ。さあこの緊張感、うん、呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、本当に呼吸が止まりそうな緊張感ですか。いざタッチ、うん、これ挑発なのか。AZW の総帥に対してこの余裕ってことだね。やはりちょっとキャリアの差もありますからね。うん、あでもディックも不用意にはいかん。そして仕切り直して、うん、探っていく。これがっちりとは組まないです。行け。あのらりくらりと。そしておお、頭を取っていく。まあ、そうっすね。いきなり大技っていうのはやっぱり考えてはないでしょう。充実なシェーンレスリング、技術の比べ合いです。ポジションの取り合い、これ弱らせ、さあどんだけ弱らせるか。足を取って避けていく、避けきれなかった、さばいたね。そうですね。さあそしてまたさらに仕切りなど、おお頭を頭で挑発していく、マウント取っていく感じ、上からも。まあ、そうですね。さすがにしかし、まあ言うても5個も6個もピックの方が下だけど、年齢はね。あれピックもやるの、おお、そんなやるかも。さあ、マッシュみたいな。団体を代表してきてるわけ、なるほど。さあそして、おっ、ファイナル。入った、あおお、ピンの音はできてるけど、やっぱり間を縫っていいのが、一人一人入って。足の長さがやっぱり絞る、踏みに行くけど、潰された。絞っていく。さあ根治相手にグラウンドでこうってみんな思うんだけどね。そう、しかし根治選手さすがの王者だけで、そうね、ありますね。仕留めらんなかったんですよ、意外と。結局打撃の距離に持っていかれて、あのいいチームの皆さん試合もやるでしょ。そしてドロップ、根治さん。さあ呼吸を整えていくが、ヨーロピアン、ヨーロピアンでネックロック、首の筋をね、あれ伸ばして痛いです。あれはエグレイヤー作り切る、あれを食らってしまうのが致命的ですからね。一発食らうだけで致命的なキック、3分でまだクリーンヒットはないですね。どっちにも傾かない、タイトルマッチにふさわしい一戦ですよ。達人同士で、ね、うん、おお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 、ああおお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 いや、下マット引いてないですからね、今日は。もっともっともっと、スピードを抑えてるから、これは。セカンドとコップの上げを抜かねえよ、すぐ上げる、どうなってんだよ、スタミナ。ただ、そしてさらにすぐ戻して、ただ何を狙うのか。ただ、いいだけには、とんでもない。動きっぱなしです。ただ、途中、このキック。ただ、2位を上げて。さあ、味の技だね。決して、難しいことやったんだよ、非常に独特のリズム、先ほどまでの静かに昇段越し、よかった、違った、やっと
顔がねえな。これクラッチ絞る。これクラッチ絞っていくか。これ体重をかけていくことでさらにダメージを。あー、ロープが届くか。ロープ届くか。ロープ届くか。いやー、マジでいい。異様な距離。しかし、これは少ないと。ボディコントロールが。はあ、これはポンジ選手が今ちょっと一斉ですね。いや、何からだ、急に気合を上げたんで、ビッグがどっからか。そうですね、先ほどまで静かな展開から一転して、うん、おっ、もう余裕を見せていく。あ、でもポンジも意地を、もっと来いよ、もっと来いと打撃か、挑発を言い返さない、おっかねえ空気だな、俺ハンサーだ。さあ、これはあー、エルボーレンジを押せあったよね。リズムエルボーレンジさあ、何もかめるさあ、何もかめるなんすりこらえよ。すげえな、なんかもうライブというか、イリックというか、もう手軽に決めていきやがる。テクニカルな選手ですね。ダンスのような感じで。いや、すごいね。いろんな動ける選手、うちにもいるけど、みんなリンクのもとを通して、あの動きはできないですよ。おー、エンジン決まった。いかに強さはどうだよ、あいつ。あ、どうでしょう。今ちょっとダメージが、寄りかかっている。でも団体背負ってきてるから。そうですね、AZWの選手たちみんなの思いを背負って、そして、おっ、手、本地選手も背負ってますからね、CWP の王者としてのプライドを平然と背負ってくるドラゴンとかの人が倒れた、倒れたって、これはなかなか持ってる前で耐える耐える、まだあの目が出てるような感じがしますね。さあ、そして、お下から、おちょっと、この先わからんね。うわぁ、わからんね。うわぁ、ロックだけでもかなりのダメージがあります。木はいるよ。木はいる。おー、もう。ピアスが。ピアスが取れる。おぉ、すごい、すごい。うわぁ、超怖いんですよ。うわぁ。本当にうわ生音です。肉を肉にぶつける。おお、全速マッシュ。ああ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 ちょっと力抜けてきて、最低
転させて、またまたフィッシャーマンの照明を出し伏せない。もう返して、まずはクラッチ丸め込み合戦で、いやピアス外れたところに彼にキックダメージ。10分経過。狙ってやがる10分経過のままに蹴り上げる。やめよう。おお、すごい。おお、そしておお、すごい。諦めない。さらに。おまんねえんだよこいつ。もうどんなに食らった。潰した。ああ。潰した。またき。さあ。野菜。また野菜。さあ、そしてここから何を狙うか。おお、キック。いや、もう回されすぎて、コンジもなんか三半規管が狂ってきてる。もう一発。スタミナが削られました、先ほど。キックも頭蹴られまくってて、もうまっすぐ立てなくなってる。もっと立てない。ああ、乗りかかる。聞いてる。リクさん。石取り。いかんぞ。これまさか。いかんぜ。いや、目閉じちゃった。レフリー。これはレフェリー。見とけ。これは判断か。いかんの判断。幽体離脱みたいになってる。おこう。レフェリーの。白目向いちゃってないもん。しかし、ただ闘志は消えてはいない。いや。レフリー、よう見て。そして、ギャラリーは、フィニッシャーですよ。坂田君のこれが、息吹き替え、また丸め込み。おい、惜しかった今のは。リキさん、今のは惜しかった。いいフェイントでしたね今のは。さあ、しかしレフェリー、コンジも消耗しとる。コンビネーション、コンビネーション。手を出せない。手数は必ずマシンが差し出て、濃いようになってるな、もう。力が入ってる。打たれながら前に出てるコンジが超嫌なんですよ、攻めてるのが。目に指入れちゃダメだ。テンプルはだからダメなんだ。今1週間前もあったでしょ、テンプルで。いかんぜ。ちゃんおい、本当にだかん。試合続行可能だって。ここで決まってしまうのか。いかんよ。あ、でも動いてはいるね。動いてはいるけど、決めろ。ギャラリア、さっき決まんなかったけども、いや、もういいって。素敵な笑みを見せるコンジ選手。さあ、そして、うわ、いいのかよ。エルボー返していく。いや、ちょっと鼻に入ってない。倒れる時も前のめり。いや、そんないい言葉じゃねえわ。そしてリック負けんな。リック、応援を煽る。立てよと。あくまで白い。ギャラリア。これは終わり。決めない。おい、ドレスがすぎるぞお前。この撮影タイム。いや。撮影タイムを見せる余裕。あ、そして、おおい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 、さらにもう一発、2発目。いやー